ヤズイード一世は第二代のウマイヤ朝のカリフである。また、イスラーム史上初めて世襲によってカリフの地位を継承した人物として知られている。ヤズイードは第三代の政党カリフであるウスマーンの治性下でシリアの総督を務めていたウマイヤ家出身のムアウィアの息子として生まれた。その後、内戦に打ち勝ってカリフとなった父親から676年に 後継者として指名された。しかし、それまで前例のなかった世襲による継承は反発を招くことになり、ヒジャーズの一部のイスラーム教徒の指導者からは反対を受けた。最終的にムアーウィアはこれらの一部の指導者を除く、イスラーム国家の全域からヤズイードの継承に対する承認を取り付け、ヤズイードは680年のムアーウィアの死去を受けてカリフに即位した。 しかし、イスラームの預言者、ムハンマドの孫にあたるフサインブンアリーと初代の正党カリフであるアブーバクルの孫にあたるアブドゥンラーブンアイコールズバイルの両者は、ヤズイードの即位後も承認を拒否し続け、両者はメッカへ逃れた。その後フサインは、ヤズイードに対する反乱を率いるために、イラクのクーファへ向かったものの、カルバラーの戦いでヤズイードの軍隊によって、 少数の支持者の一団と共に殺害された。フサインの死は広範囲にわたる抗議を引き起こし、アブドゥンラーブンアイコールズバイルは新しいカリフを選出するための会議の場を要求した。ヤズイードは歌手品や施設団を通してアブドゥンラーブンアイコールズバイルとヒジャーズの住民から忠誠を確保しようとした。しかし一連の交渉は失敗に終わり、 反乱を打ち合するために軍隊を派遣した。ヤズイードの軍隊は683年8月に起こったハラの戦いでマディーナの住民を打ち破り、その後メッカへ進軍した。そしてメッカを数週間にわたって包囲したものの、包囲戦の最中の683年11月11日にヤズイードは死去した。ヤズイードの死の知らせを受けた軍隊はシリアへ撤退し、その後、 イスラーム国家は9年にわたって続いた第二次内乱として知られる混乱状態に陥った。最終的に内乱は、ヤズイードが属していたスフヤン家に代わってウマイヤ朝の王家となったマルワーン家の出身であるアブデルマリクの治世下で集結した。政策面で、ヤズイードはムアーウィアが敷いていた文献的な統治体制を踏襲し、 地方の総督と部族の有力者層に統治を委ねた。また、ビザンツ帝国に対してはムアーウィアが開始した大規模な襲撃を放棄し、シリアの防衛体制の強化に専念した。評価面では、自身の世襲によるカリフクライの継承、フサインの殺害、そしてイスラームの聖地であるマディーナとメッカへの攻撃といった出来事のために、多くのイスラーム教徒からは、 伝統的に非合法な統治者であり、暴君であったとみなされている。一方で、現代の歴史家は一般により恩健な見方をしており、東洋学者のユリウス・ベルハウゼンは、必要な場合にのみ、実力行使に訴えていた穏やかな統治者であり、宗教的な伝統において描写されているような暴君ではなかったと評している。ヤズイードが、 母親の出身部族であるベドウィンのカルブ族と共に、若年期を過ごしたシリア砂漠ヤズイードは642年から649年の間にシリアで生まれた。ヤズイードの父親はムアーウィアブンアビースフヤーンであり、誕生当時は聖党カリフのウスマーンの治政下でシリアの総督を務めていた。ムアーウィアとウスマーンはイスラームの預言者ムハンマドと先立つべてのカリフが、 属していたクライ族の中でも裕福な種族であった、い嫌家に属していた。ヤズイードの母親のマイスーン・ビント・バフダルは、強力なベドウィンの部族であるカルブ族の族長のバフダル、ブンナイフの娘であり、部族内のほとんどの人々と同様に、キリスト教徒であった。ヤズイードは、母方のカルブ族の親族と共に育ち、青年時代の初期をシリア砂漠で過ごした。 その後は661年にカリフとなったムアーウィアに仕えていたギリシア人と地元出身のシリア人からなる帝臣たちと共に過ごしていた。父親がカリフの地位にあった間、ヤズイードはコンスタンティノープルへの攻撃を含むイスラーム国家が征服を試みていたビザンツ帝国に対するいくつかの軍事行動を率いていた。複数の資料においてジュラ歴年から ヒジュラ歴55年の範囲でこれらの軍事行動の日付が示されている。イスラーム教徒による資料は、軍事行動におけるヤズイードの役割の詳細について、ほとんど伝えておらず、おそらく本人の後の経歴に関する論争のために、ヤズイードの関与を軽視している。ヤズイードはこれらの資料において、遠征に参加することを望まなかったと描写されており、ムワービアを苛立たせ、 ヤズイードに対して命令に従うように強要した。しかし、8世紀にあるアンダルスで、ヒースラーム教徒によって表された、より早い時期のアラビア語の著作から情報を引用した、可能性がある741年の年代記と754年の年代記では、ヤズイードがコンスタンティノープルを10万人の軍勢で包囲したと記録している。 そして都市を征服することには失敗したものの、軍隊がコンスタンティノープルに隣接する複数の町を占領して、かなりの量に及ぶ戦利品を獲得し、2年後に撤退したと伝えている。また、ヤズイードは何回かにわたって、発チを率いた。初期のイスラーム国家の主要都市の位置を表した、地図第3代の政党カリフであるウスマーンは、地方の問題への干渉と、 炎古主義的であると多くの人々から見なされた議論を呼ぶ政策を実施した結果、征服された土地に住むイスラーム教徒の入植者の怒りを引き起こした。そして656年に当時のイスラーム国家の首都であったマディーナで地方の反乱勢力の手によって殺害され、イスラームの開祖ムハンマドのいとこで娘婿のアリーブン・アビー・ターリーブが マディーナの住民とこれらの反乱勢力からカリフとして認められた。しかし、カリフに即位したアリーがウスマーンの暗殺に関与したすべての人間に恩赦を与え、多くのウマイア家出身の総督を更迭したことで、ウマイア家の人々は不満を募らせ、アリーにウスマーン殺害の責任を問う運動を起こした。この結果として勃発したイスラーム世界の最初の内戦である。 第一次内乱において、ムワーウィアは本拠地のシリアからアリーに抵抗したものの、657年に起こったスイフィーンの戦いで、両者は硬着状態に陥った。その後、661年1月にアリーがハワーアリジュ派の人物によって暗殺され、アリーの息子のハサンブーンアリーが後継者となった。しかし、すでにシリアにおいて、 自身の支持者からカリフとして認められていたムアービアは、同年8月に軍隊を率いてアリーとハサンが、首都としていたイラクの空派へ進行し、ハサンと和平を結んで、イスラーム国家の残りの領域に対する支配権を獲得した。この時に結ばれた和平の条件にはムアービアが、後継者を指名しないという規定が含まれていた。パフラビ文字で、 ムアーウィアの名が刻まれているダーラーブジルドのファサーで、鋳造された、サーサン徴用式のディルハム銀貨ハサンとムアーウィアの間で結ばれた和訳は一時的な平和をもたらした。ものの、カリフの地位の継承に関する枠組みが確立されたわけではなかった。過去の場合と同様に、地位の継承の問題は、将来の過根となる可能性が残っていた。東洋学者のバーナード・ルイスは、 イスラームの歴史からムアーウィアが利用できた先例は、合議と内戦だけであった。前者はうまくいきそうにもなく、後者には明白な問題があった。と指摘している。このような理由から、ムアーウィアは、自分の息子であるヤズイードを後継者として指名することで生前に問題を解決しようとした。しかし、世襲による継承はそれまでのイスラームの歴史において、 前例がなく、イスラーム教徒にとって、このような考えは恥ずべきものであった。初期のカリフたちは、マディーナでの民衆の支持、あるいは、ムハンマドの古くからの共有による合議によって、選出されていた。また、イスラームの原則によれば、カリフの地位は支配者の私有物ではなく、子孫に与えられるものではなかった。さらに、支配者の地位は、父から息子へ引き継がれるべきものではなく、 より広い部族の人物の中から選ばれるべきであると、するアラブの監修によっても受け入れがたいものであった。ムアーウィアは、クライ族の妻の子である長男のアブドゥッターを、後継者の候補から外した。これはおそらく、カルブ族の妻の生まれであるヤズイードに対するシリアでの、強力な指示によるものであった。カルブ族は、シリア南部で、支配的な部族であり、 より大きな部族連合であるクダーア族を率いていた。クダーア族はイスラームが成立する遥か以前にシリアで勢力を築きアラビアとイラクのより自由活達な気質の部族とは対照的にビザンツ帝国の下でかなりの軍事経験を積むとともに階層的秩序にも精通していた。一方シリア北部はムワウィアの治世中にその地へ移住してきた。 部族連合のカイス族によって支配されていたが、カイス族は、ウマイヤ朝の宮廷における、カルブ族の特権的な地位に不満を抱いていた。ムアーウィヤは、ビザンツ帝国に対する軍事行動の指揮官に、ヤズイードを任命することによって、シリア北部の部族からヤズイードへの支持を増やそうとしていたと見られている。しかし、カイス族は、ヤズイードが、カルブ族の女性の息子であることを理由に、 少なくとも当初は後継者への指名に反対したためこの方針は限られた成果しかもたらさなかった。ヒジャーズではヤズイードはうまいやけの親族から指示を得ていたが同様にヒジャーズに居住する他の有力者層から指名の承認を取り付けることも重要な要素を占めていた。ムアーウィアはメッカ巡礼の引率者としてヤズイードを任命することでヤズイードの継承への指示を 獲得し、イスラーム教徒の指導者としての立場を固めさせようと望んでいた可能性がある。10世紀の学者であるイスファハーニーによれば、ムアーウィアは、ヤズイードの継承を支持する世論を形成するために、複数の詩人を雇っていた。城壁の外から望むマディーナ歴史家のイブンアル・アスイールの記録によれば、ムアーウィアは676年に、首都のダマスクスで、 すべての地方の有力者が参加するシューラーを招集し、媚びと賄賂さらには脅迫といった手段を用いて、ヤズイードの継承に対する参加者の指示を取り付けた。そして、馬まいやけの親族で当時マディーナの総督であった、マルワーン・ブンアル・ハカムに、この決定をマディーナの人々へ周知させるように命じた。しかしマルワーンは、とりわけその徳のある血筋から同様に、 カリフの地位を主張することが可能であった、フサインブンアリー、アブドゥラーブナー、イコールズバイル、アブドゥラブーブンウマル、さらには、アブドゥラフマーンブンアビーバクルといった、ムハンマドの共有の息子たちによる反対に直面した。ムアービーヤは、マディーナへ向かい、これらの4人の反対者たちに対して同意するように、圧力をかけたものの、4人全員がメッカへ逃れた。さらに逃亡者の何人かを追って、 殺害の脅しをかけたが効果はなかった。それにもかかわらず、ムワーウィアは4人が忠誠を誓ったことをメッカの人々へ信じさせることに成功し、メッカの住民からヤズイードに対する忠誠を受けた。同様にダマスクスへ戻る途中でマディーナの住民からも忠誠を確保した。このようにムワーウィアがヤズイードへの使命に対する全般的な承認を取り付けたことで反対者たちは、 沈黙を余儀なくされた。東洋学者のユリウス・ベルハウゼンは、著名なマディーナの住民による、指名の拒否に関する、この記録は、ムアーウィアの死後に起きた出来事の逆反映であるとして、上述の話の信憑性に疑問を呈している。同様の見解は、歴史家のアンドルー・マーシャムからも示されている。歴史家のタバリーの記述によれば、ムアーウィアは676年に指名を公表し、 地方の代表団は679年もしくは680年にイラクの中東地であるバスラから迎え入れたのみであり、この代表団がヤズイードに対する忠誠を誓ったとしている。一方、歴史家のヤークービーによれば、ムアーウィアはメッカへの巡礼の際にヤズイードへの忠誠を要求した。これに対して上記の4人の著名なイスラーム教徒を除き、すべての人々が要求に従った。 また、反対した4人に対してムアーウィアが実力行使に出ることはなかった。いずれにせよ、ムアーウィアは自分の死の前にヤズイードの継承に対する全般的な承認を確保することに成功した。ムアーウィアは680年4月に死去した。タバリーによれば、ヤズイードは父親が死を迎えた時にダマスクスとパルミラの間に位置するフワーリーンの自分の住居に滞在していた。 一方、アラビア語の死カ州であるイスファハーニーの北アブアルアガに収められたヤズイードの死によれば、ヤズイードはムワーウィアの最後の病気の知らせを受け取った時には、ビザンツ帝国に対する下記の遠征に出ていた。歴史家のアンリ・ラメンスは、この遠征に関する言及とヤズイードがムワーウィアの死後になってようやくダマスクスに到着したという事実に基づき、ヤズイードが フワーリーンに滞在していたという報告に否定的な見解を示している。ムワーウィアは、ヤズイードが帰還するまで、自身の最も忠実な配下であるダッハークブンカイ室とムスリム文乳場に政府の統制を委ねた。そしてヤズイードに対する遺言を作成し、イスラーム国家の統治にあたっての諸々の事案に関する指示を残した。遺言の中でムアーウィアは、フサインブン・アリーと、 イブンアイコールズバイルについては、ヤズイードの支配に異議を唱える可能性があるため両者への警戒を怠らないように忠告し、もし両者がそのような行動に出た場合には打倒するように指示していた。さらに、フサインについては、ムハンマドの孫であるため注意深く扱い、その地を流すことのないように助言していた。しかし、もう一方のイブンアイコールズバイルに関しては、 ヤズイードの統治を受け入れない限り厳しく対処することになった。ヤズイードは即位すると、地方の総督に忠誠の誓いを要求し、総督たちから誓いを受けた。また、当時のマディーナの総督でヤズイードのいとこにあたる、アルワリードブン・ウトバ・ブンアビース・フヤーンに手紙を記し、ムアウィアの死を知らせるとともに、フサインブン・アリー・イブン・ア・イコールズ・バイル。 そしてアブドゥラブンマルから忠誠を確保するように指示した。手紙に記されていた指示は以下のようなものだった。忠誠を誓わせるために、フサイン、アブドゥラブンマル、イブンアイコールズバイルを捉えよ。そして忠誠を誓う前に、いかなる行動も起こす機会を与えないよう厳格に対処せよ。ウマイア朝が首都としていたダマスクスワリードは、マルワーン・ブンアル・ハカムに助言を求めた。 これに対してマルワーンは、イブンアイコールズバイルとフサインは、危険な存在であり、強制的に忠誠を誓わせるべきだとする一方、アブドゥラブン・ウマルは、脅威となる態度を見せていないため放置しておくべきだと、助言した。フサインは、ワリードの召喚に応じ、半ば非公開の会議の場で、ワリードとマルワーンに会い、そこで、ムワーウィアの死とヤズイードの即位について知らされた。そして、 忠誠の誓いを求められるとフサインは非公開の場で忠誠を誓うのは不適当であると答え、公の場で忠誠を誓うことを提案した。これに対してはリードは同意したが、マルワーンはフサインが忠誠を誓うまで拘束するべきだと主張した。フサインはマルワーンを叱り飛ばし、総督側が自分を拘束しようとした場合に備えて近くで待機していた武装した従者たちの下へ立ち去った。 マルワーンはフサインが出ていくとすぐに、ワリードに対して警告したが、ワリードは、フサインとムハンマドの血縁関係を理由に、フサインへ危害を加えることに対する拒否を正当化した。もう一方のイブンアイコールズバイルは、召喚に応じず、メッカへ向かった。ワリードは80人の騎兵を送ったものの、イブンアイコールズバイルの逃亡を許した。さらにはフサインもヤズイードに忠誠を誓うことなく、 早々に、メッカへ去った。この失敗に不満を抱いたヤズイードは、総督の地位をアリードから、うまいや家内の縁石にあたるアムルブンサイードに、交代させた。アブドゥラブン・ウマル、アブドゥラフマーン・ブン・アビー・バクル、そしてアブドゥラブン・アッパースの3名は、以前にもムアーウィアによるヤズイードの使命を非難していた、ものの、フサイニイブン・アイコールズ・バイルとは異なり、最終的に、 ヤズイードに対する忠誠を誓った。アラブ軍の軍営都市として7世紀に建設されたクーファの現代の街並みと大モスク。フサインの父親のアリーはクーファをイスラーム国家の首都としていた。メッカでフサインはアリー家を支持するクーファの住民から手紙を受け取り、ヤズイードに対する反乱を率いるように要請された。これを受けてフサインはクーファの状況を見極めるために、 いとこのムスリムブンアキールを派遣した。フサインはバスラへも手紙を送ったが、手紙を携えた死者はバスラの総督のウバイドゥラーブンズイヤードへ引き渡された上に殺害された。イブンアキールはクーファで獲得した大規模な支援をフサインへ報告し、都市へ入るように促した。一方でヤズイードはクーファの部族の指導者たちからこれらの不穏な状況の報告を受け、 アリーケ支持派の活動に対して行動を起こすことに消極的であったクーファの総督のヌーマン・ブンバシール・アルアンをイブン・ズイヤードに交代させた。そしてイブン・ズイヤードはイブン・アキールを処刑するか投獄するように命じた。イブン・ズイヤードの弾圧と政治工作の結果、イブン・アキールは次第に支持者を失い始め予定よりも早く反乱を宣言することを余儀なくされた。 しかし反乱は失敗に終わり、イブン・アキールは処刑された。フサインがカルバラーで三方から包囲された様子を描いた図。この後に起こった戦いでフサインは70人余りの従者と共に殺害された。イブン・アキールの手紙に促されたフサインは、アブドゥラブン・ウマルとアブドゥッラブン・アッパースの警告を無視して、クーファへ向かった。アブドゥラブン・アッパースは、クーファの人々が以前に、 父親のアリーと兄の破産を見捨てたことを思い出させたが、フサインを思いとどまらせることはできなかった。そして、フサインは、クーファへ向かう途上で、イブン・アキールの死の知らせを受けたにもかかわらず、クーファへの行進を続けた。しかし、イブン・ズイアードの総勢4000人の部隊がクーファへの到着を阻み、フサインは、カルバラーの砂漠での野営を余儀なくされた。イブン・ズイアードは、 服従を認めることなしに、フサインの通過を認めようとしなかったが、フサインは服従を拒否した。一週間にわたる交渉は失敗に終わり、その後の680年10月10日に起こった戦闘で、フサインと72人の男性の同行者が殺害され、フサインの家族は捕虜となった。捕虜とフサインの首はヤズイードの下に送られた。 歴史家のアブーミフナフトアンマールアイコールドゥフニーの説明によれば、ヤズイードはフサインの頭部を自分の杖でついたとしているが、他の説明ではこの行為をイブンズイアードに返している。ヤズイードは捕虜を適切に扱い、数日後にマディーナへ送り返した。フサインの死後、ヤズイードは自分を権力の座から追放すると公言していた。 イブンアイコールズバイルから増していく反発に直面した。イブンアイコールズバイルは公には新しいカリフを選出するためのシューラーの開催を要求していたが、一方では秘密裏に自分の支持者たちに対して忠誠を誓わせていた。当初、ヤズイードは和解に達しようと貸し品や施設団を送ってイブンアイコールズバイルを懐柔しようとした。しかし、 イブンアイコールズバイルは、ヤズイードの承認を拒否し、これに対してヤズイードは、イブンアイコールズバイルを拘束するために、イブンアイコールズバイルとは疎遠な関係にあった、兄弟のアムルが率いる部隊を派遣した。戦いは、アムルの軍が敗北し、アムルは捕虜となって処刑された。マディーナでは、イブンアイコールズバイルの影響力が高まり、一方で、マディーナの住民は、 ウマイヤ朝による支配と政府の歳入を増やすために実行された土地の没収を含むムアーウィヤの農業政策に幻滅していたメッカの町とカーバ。イブンアイコールズバイルはメッカを拠点にヤズイードに対する反乱を起こしこの場所を作戦拠点として使用した。ヤズイードはマディーナの有力者をダマスクスに招き貸し品を与えることで招待した施設団を取り込もうとした。 しかし施設団は、このような行為を受け入れず、マディーナに戻ると住民にヤズイードの贅沢な暮らしぶりについて語った。そして飲酒、猟犬を使った狩り、音楽への系統といった行為を非難した。マディーナの住民は、アブドゥンラーブン・ハンザラの指導の下でヤズイードへの忠誠を放棄し、マディーナの総督でヤズイードのいとこにあたるウズマーン、ブンムハンマドブン・アビースフヤーンとマディーナに住む。 ウマイア家の一族を追放した。これに対してヤズイードは、ヒジャーズを再征服するために、ムスリム分ウクバが率いる、総勢1万2000人の軍隊を派遣した。何度かの交渉が失敗に終わった後、マディーナの住民は、ハンラの戦いでヤズイードが派遣した軍隊に、敗北した。アブーミフナフと歴史家のサムフーディーは、マディーナが戦闘後に略奪を受けたと説明している、ものの、 歴史家のアワーナブン・アル・ハカムは反乱の首謀者たちが処刑されただけであったと述べている。ヤズイードの軍隊は反乱を起こした者たちに対して再度忠誠の誓いを強要するとイブン・ア・イコールズバイルの勢力を制圧するためにメッカへ向かった。メッカへの道中でムスリムブン・ウクバが死去しフサインブンヌ・ヌマイルが指揮を引き継いだ。フサインブンヌ・ヌマイルは683年9月に メッカを包囲した。包囲は数週間にわたって続き、その間にメッカのモスクの中心に位置するイスラーム教徒の聖なる神殿であるカーバが炎上する事件が発生した。しかし、683年11月にヤズイードが休止したために軍事作戦は打ち切られ、フサインブン・ヌマイルは自軍と共にシリアへ撤退した。統治体制に関してヤズイードはオウムネムアーィアが、 発展させたモデルを継承していた。ムアーウィアがそうであったように、ヤズイードは、親族ではなく地方の総督とアシュラーフに依存した、統治を続けた。また、ムアーウィアの下で、バスラの総督を務めたイブン・ズ・イヤードや、財務長官を務めたシリア出身のキリスト教徒である、サルジューン、ブンマンスールを含むムアーウィアに仕えていた一部の、公職者を留任させた。 ムアーウィアと同様に、ヤズイードは、指示を得るために、各地方から、部族の名士の代表団を迎え入れたが、その際にはおそらく貸し品や、賄賂の分配も伴っていた。カリフの政権運営と、軍事体制は、ムアーウィアの時代と同様に地方に文献化されたままで、あった。地方は、税収の多くを保持し、ごく一部のみがカリフへ送られていた。地方の軍隊は、 地元の部族から構成され、その指揮権もアシュラーフに委ねられていた。ヤズイードは、シリアで新たな北方の国境地帯を管轄する、軍事区として、純度金ラスリーンを設置したヤズイードは、要求に応じて、ナジュランのアラブ人キリスト教徒の部族に対する税の軽減を認めたが、一方で、イスラーム教徒の征服者への支援に対する恩恵として、以前のカリフたちから与えられていた。 サマリア人の民族宗教の共同体に対する特例的な税の免除を廃止した。また、ヤズイードは、後に、ラフルヤズイードの名で知られるようになった運河を改作することで、ダマスクスに近いグルタの肥沃な大地の灌溉システムを改善した。ムアーウィアはその知性が終わる頃に、ビザンツ帝国と30年間の和平協定を結んだものの、 ウマイヤ朝は、ビザンツ帝国への毎年3000枚の金貨、50頭の馬、50人の奴隷の功能と、以前に占領していたロドス島とアナトリアの海岸地帯の前線基地に駐屯しているイスラーム教徒の部隊の撤退を受け入れざるを得なかった。その後、ヤズイードの下で丸々海沿いのイスラーム教徒の基地は放棄された。父親の下で開始され、 広範囲に及んでいたビザンツ帝国に対する襲撃とは対照的にヤズイードはビザンツ帝国との国境を安定させることに重点を置いた。シリアの軍事防衛体制を改善しビザンツ帝国の侵入を防ぐためにヤズイードはシリアの軍事区の一つであるジュンドヒムスの一部を分割してシリア北部の国境地帯にジュンドキンナスリーンを設置し 守備隊を駐屯させた。ヤズイードは北アフリカ中央部のイフリーキアを征服したものの、ムワーウィアによって解任されていたクバブンナーフィを再びイフリーキアの総督に任命した。クバは681年に北アフリカ西部への大規模な遠征を開始した。ベルベル人とビザンツ帝国軍を破ったクバは大西洋岸に到達し、タンジェとボルビリスを占領した。しかし、 ウクバはこれらの地域に対する高級的な支配を確立することはできなかった。イフリーキアに戻ったウクバは、ベスケラの戦いで、ベルベル人とビザンツ帝国の部隊による奇襲を受けて殺害され、征服した領土を失う結果となった。同じ681年に、ヤズイードはイブンズイヤードの兄弟であるサルム・ブンズイヤードを北東の国境地帯に位置する。 ホラーサーンの総督に任命した。サルムはトランスオクシアナにおいていくつかの軍事作戦を指揮し、サマルカンドとホラズムを襲撃したものの、いずれの地に対しても、恒久的な支配の足がかりを得ることはできなかった。そして683年のヤズイードの死とその後の東方地域の混乱に伴い、これらの軍事活動は収束した。うまいやけと王朝の経図黄色が、 スフヤーン家のカリフ、青色がマルワーン一世とその子孫のカリフ、緑色が正統カリフのウスマーン。ヤズイードは683年11月11日にお気に入りの住居があったシリア中央部の砂漠の町でアルフ・ワーリーンで死去し、その地に埋葬された。アブー・マーシャル・アルマダニーやワーキディのように初期の年代記作者はヤズイードの死の詳細について何も述べていない。 この情報の欠如は、落馬、過度の飲酒、胸膜炎、さらには熱傷を含むいくつかの死因を証実している、ハンウマイヤ朝の傾向を持つ作家による創作話に着想を与えたと見られている。当時ホラーサーンに住んでいた、同時代の詩人である、イブン・アラーダの死によれば、ヤズ・イードは、体の脇にワインカップを持ったままベッドで死んだ。ヤズ・イードの死後、イブン・アイコールズ・バイルは、 自身をカリフであると宣言し、これを支持したエジプトとイラクが、イブガイコールズバイルの支配下に入った。シリアでは、ヤズイドによって、後継者に指名されていた息子のムアーウィや二世がカリフとなったものの、シリアのほとんどの地域が、イブガイコールズバイルの同盟者による支配下に入ったため、ムアーウィや二世の支配地は、シリアの一部に限定されていた。ムアーウィや二世は、 原因不明の病気によって即位から数ヶ月後に死去したが、いくつかの初期の資料では死去する前に退位していたと述べている。ムアーウィア2世の死後、ヤズイードの母親の出身部族であるカルブ族の人々は、自らの特権を維持するためにヤズイードの息子のハーリド文ヤズイードを擁立しようとした。しかし、ハーリドは、ウマイヤ朝を支持する部族連合の中で、 カルブ族以外の部族からは、カリフとなるにはあまりにも、若すぎるとみなされたため、ムワーウィアのハトコにあたるマルワーンブナルハカムが684年6月に、ウマイヤ長支持派の部族によるシューラーで、カリフとして認められた。その直後に、マルワーンとカルブ族は、マルジュラーヒとの戦いでダハーク分解数に引き入られた、シリアのイブンアイコールズバイル支持派の軍隊に、大勝を収めた。 ウマイア朝支持派によるシューラーではハーリドがマルワーンの後継者となることを定めていたにもかかわらず、マルワーンは息子のアブドゥルマリクを自分の後継者に指名した。これによって、ウマイア朝の王家はスフヤーン家からマルワーン家にとって変わられた。アブドゥルマリクは692年までにイブンアイコールズバイルを打ち倒し、イスラーム国家全域におけるウマイア朝の権威を回復させた。 カルバラーの戦いにおけるフサインブンアリーの殺害は、イスラーム教徒の間で広範囲に及ぶ、激しい抗議を引き起こし、ヤズイードに対する印象が大きく損なわれる原因となった。また、この出来事はヤズイードへの反抗が、アリエ家を支持する、人々の強力な願望と結びついて、ハンウマイヤ朝運動の形で表面化するきっかけと、 なり、独自の儀式と記憶を持つシーア派のアイデンティティの発展に影響を与えた。カルバラーの戦い以降、フサインの家系から続くシーア派のイマームは、政治的には沈黙を守る方針を取った。ヤズイードは今日まで多くのイスラーム教徒によって、非道な人物であるとみなされており、統治者の地位は、ヤズイードが殺害したフサインを含むアリーと、 その子孫たちに帰属すると考えるシーア派だけではなく、ヤズイードがイスラームの価値観からはかけ離れた存在であるとする多くのスンニ派にとっても同様に考えられている。ヤズイードはシーア派においては悪の象徴とされており、毎年アーシューラーの行列や受難劇では倒され、非道で暴虐的であるとみなされた支配者はしばしばヤズイードと同一視されている。イラン革命以前に イランのシャーは、ルー・ホンラー・ホメイニーによって、今の時代のヤズ・イードと呼ばれ、イラクのサッター・ム・フセイン大統領も、イラン・イラク戦争中にシーア派の聖地への巡礼を禁止したことに対して、イラクのシーア派から、同じように呼ばれた。スンニ派の中では、ハナフィー学派はヤズ・イードへの非難を認めているものの、ハンバル学派とシャーフィー学派の多くは、このような評価を、ヤズ・イードに押し付けるべきではなく、 暴君一般を非難すべきであると主張している。しかし、ハンバル学派の学者である、イブン・アルジャウズイは、ヤズイードへの非難を正当化した。一方でガザーリーは、ヤズイードがイスラーム教徒であり、夫妻の殺害における役割が立証されていないことを理由として、ヤズイードへの非難は禁止されると述べている。ヤズイードは、カリフの歴史の中で、血縁関係に基づいて、 後継者に指名された最初の人物であり、このような世襲によるカリフの地位の継承はその後の慣習となった。このような事情から、イスラーム教徒の歴史的な伝承において、ヤズイードの継承はカリフの役割を君主の性格へと変えた腐敗とみなされ、ヤズイード自身はカリフの地位にある間に三つの重大な犯罪の責任を負った暴君として描かれている。 一つ目が虐殺とみなされたカルバラーの戦いでのフサインとその支持者たちの死。二つ目がヤズイードの軍隊がマディーナを略奪したハラの戦いの余波。そして三つ目がヤズイードの軍司令官であるフサイン分、ヌマイルによるものとされたメッカの包囲中に発生したカーバの消失である。伝承では飲酒、踊り、狩り、そして犬や猿などのペットの飼育といった習慣が強調され、 イスラーム共同体を率いるには、不信心でありふさわしくない存在として描写されている。現存する、同時代のイスラーム教徒による師書では、ヤズイードを、その腹と陰部に関する点で、罪深い人物、傲慢な酔っ払い、神への反抗、神の宗教への信仰心の欠如、そして神の使徒に対する敵意に突き動かされていると説明している。歴史家のバラーズリーは、 カリフに通常用いられる、信徒たちの長の称号とは、対照的に、ヤズイードを罪人たちの長と表現した。このような評価の存在にもかかわらず、一部の歴史家は、初期のイスラーム教徒による情報源には、フサインの死に対するヤズイードの責任を免除し、イブンズ・ヤードに直接責任を負わせる傾向が存在すると主張している。歴史家のジェームズ・リンジーによれば、 シリアの歴史家のイブン・アサー・キルは、ヤズイードに対する一般的な主張を受け入れつつもヤズイードの肯定的な資質を強調しようとした。例として、ヤズイードがハディースを伝えるものであるとともに、預言者の時代とのつながりのゆえに高潔な人物であり、支配者の立場に値すると強調した。宗教界におけるその評判にもかかわらず、現代の専門的な歴史家は一般に、 ヤズイードに対して、より好意的な見方をしている。ベルハウゼンによれば、ヤズイードは、必要な場合にのみ、実力行使に訴えていた、穏やかな統治者であり、宗教的な伝統において描写されているような、暴君ではなかった。さらに、ヤズイードは、王子としての公務に対する関心を書いていたが、カリフとしては、古くから存在する思考、すなわち、ワイン、音楽、狩猟、 その他の娯楽を手放さなかったとはいえ、そのような無関心からは構成していたように見えると指摘している。歴史家のヒュー・ナイジェル・ケネディの見解では、カルバラーとアルハンラでの惨事にもかかわらず、ヤズイードの統治は功績を書いていたわけではなかった。また、ヤズイードはより長く生きていたならば風評が改善していた可能性があるが、その早期の死は、 知性の初期の打撃に対する汚名が定着する一因になったと述べている。イスラーム研究家のジェラルド・アール・ホーティングによれば、ヤズ・イードは父親の対外政策を継続しようとしたものの、ムアーウィアとは異なり、貸し品や賄賂によって反対派を取り込むことはできなかった。ホーティングは、ヤズ・イードについて以下のように要約している。ムアーウィアが伝統的な中東地域における 先生君主というよりも、部族のシャイフのように機能していたという印象は、ヤズイードにも当てはまるように思われる。一方、バーナード・ルイスの見解では、ヤズイードは、父親の能力の多くを備えた有能な統治者で、あったが、後のアラブの歴史家によって、過度な批判にさらされたとしている。アンリ・ラメンスも、ベルハウゼンと同様の見解を示し、詩人であり、音楽を愛し、 詩人や芸術家たちにとってのマエケナスだったと述べている。750年に打倒されたウマイア朝の歴史を記したアッパース朝時代のイスラーム教徒の文献におけるヤズイードの性格面の描写はアッパース朝のウマイア朝に対する敵意に影響を受けていたと考えられている。伝統的なイスラーム教徒の資料におけるほとんどの記録はヤズイードに対する反乱に焦点を合わせており、 大抵において、シリアにおける皇人としての生活と反乱の鎮圧以外の活動についての詳細を書いている。これについて、アンリ・ラメンスは、ヤズイードの下で、フサインが殺害され、イスラームの聖地が攻撃されたことに関して、イラクを拠点とするアッパース朝時代の年代記作者がヤズイードを、 不信心な大酒のみとしての側面のみに基づいて説明する傾向にあったことに起因すると指摘している。このような説明とは対照的に741年の年代記に残されたシリアの記録ではヤズイードについて非常に快活な人物であり、その統治下にあるすべての人々からかなり好意的な目で見られていた。彼は人の常として王皇階級であるがゆえに、 自分の栄光を追い求めるようなことは、決してなく、一市民として、すべての民衆と共に暮らした。と説明している。イラクのクルディスタン地方のラディシュに存在する、シャイフアディの病房を主に、イラクを拠点とする、クルド語を話す、民族宗教の共同体であるヤズイーディにおいて、スルターン・エズイードは、大きな数敬を受けている神聖な人物である。ほとんどの西洋の歴史家は、 エズイードという名前は、カリフのヤズイードに由来すると考えている。しかし、ヤズイーディの宗教的な伝承において、スルターンエズイードと二代目のウマイヤ朝のカリフの間には、いかなる関連性の痕跡も認められない。ウマイヤ家の子孫のスーフィーであり、今日までヤズイーディから深く敬意を払われている。シャイフアディの下で、カリフのヤズイードに対して特に同情的であった。 ウマイヤ朝に三位を示す一派による運動が12世紀以前のクルドの山岳地帯に存在した。シャイフ・アディはその地に定住し、運動の支持者たちを呼び込んだ。ヤズ・イーディという名称は、シャイフ・アディがウマイヤ家の家系の出身であったために、この運動の集団に用いられたのではないかと考えられている。ヤズ・イード一世一代の効果。中蔵地、バスラ、総督。 ウバイデンラー・ブンズ・イヤード、日付、ヒジュラ歴60年、表面、ホスロー二世を模した、サーサーン徴用式の胸像。枠外にビスミラーの文字と四つの小粒が刻まれている。裏面、飾りの紐の中に月人を伴った日の祭壇がある。炎の脇に星と三日月が描かれ、左に日付、右に鋳造地の名が記されている。鋳造の日付が、ヤズイードの初年と記された。 サーサーン徴用式の銀貨が伝えられている。表面には、サーサーン朝の王ホスロー2世の肖像と、パフラビー文字でホスロー2世の名が刻まれ、裏面には月人を伴った一般的なゾロアスター教の日の祭壇が描かれている。しかし、余白には、ヤズイードの知性の初年に鋳造されたという名文が、刻まれている。また、ヒジュラ歴と推定される。 中蔵の日付が60と刻まれたニーシャープール中蔵の無名の効果もヤズイードの知性の初年のものであると考えられている。その他のヤズイードの知性の効果は大抵の場合効果が作られた州の総督の名前のみが記されている。ウマイヤ朝に対抗してカリフを称したイブンアイコールズバイルはヤズイードが死去するまで公にはカリフの地位を主張しなかったにもかかわらず、 ヤズイードと同様にヒジュラ歴61年から63年の間の日付でその名を刻んだ効果がファールスとケルマーンから複数発見されている。これはアラビア半島とイラクにおけるヤズイードの支配に対する意義と同様にペルシア南部でもほぼヤズイードが即位した時期からその権威に意義が唱えられていたことを示唆している可能性がある。 イブンアイコールズバイルの名で効果が中蔵された理由はおそらく適切な暗い種族の人物の名を用いることでウマイヤ町の対抗者たちへ正当性を付与するためであったと考えられている661年から684年までウマイヤ町を統治したスフヤーン家の家系図ヤズイードは3人の女性と結婚し数人の側室がいた妻のうち2人の名前が知られている ウンム・ハーリド・ファーヒタ・ビント・アビー・ヒシャームと長年にわたって活躍した指導者であり、軍司令官であったアブドゥ・ラーブン・アーミルの娘のウンム・クルスウムである。両者は共に、ウマイア家の祖先の氏族であるアブド・シャムス氏族の出身であった。ヤズ・イードには三人の妻たちとの間に三人の息子がいた。長男のムアービア二世は、ヤズ・イードが死去した時点で十七歳から十三歳の 間の年齢であった。ムアーウィやニセイの母親の名前は不明であるものの、カルブ族の出身であった。病気のために、ムアーウィやニセイは、カリフの職務を遂行できず、滅多に住居を出ることはなかった。結局、父親の死後数ヶ月しか生きることができず、子孫を残すことなく死去した。ヤズイードの次男のハーリドは668年頃に生まれ、母親は、 ウンムハーリド・ファーヒタであった。マルワーンは、カリフになった後にスフヤーン家との協力関係を築くために、ファーヒタと結婚し、ハーリドのカリフの地位に対する主張を無力化した。伝説的な説明では、ハーリドは、マルワーンに抗議し、これに対してマルワーンはハーリドを侮辱したと伝えている。ものの、実際には、継承から除外されたことに対して、沈黙を守っていた。 ハーリドはマルワンの後を継いでカリフとなったアブドゥルマリクの娘と結婚し、アブドゥルマリクとは親しい関係にあった。また、いくつかの伝説的な記録によれば、ハーリドは錬金術に興味を示し、錬金術、天文学、医学に関するギリシア語の著作をアラビア語へ翻訳するように命じた。ヤズイードの娘のアーティカはアブドゥルマリクのお気に入りの妻であった。 アブドゥルマリクはアーティカとの間に将来のカリフであるヤズイード二世を含む数人の子供を設けた。ヤズイードとウンムクルスウムの間に生まれた息子であるアブドゥッターはイテヤ・バズツカとして名高い存在であった。ヤズイードには他にもウンムワラドとの間に数人の息子がいた。ありがとうございます。